こんにちは、モービルジャパンです。今回は普通免許で乗れる三輪電動トライク、カイジンをご紹介。この電動トライクの特徴は、ヘルメットを着用しなくても乗れる圧倒的パワーとランニングコストの安さなんです。インホイールモーターを後輪2つにそれぞれ搭載しているので、こんな急な坂もぐいぐい登れちゃうのが特徴なんです。それなのに年間の維持費は自動車税の3600円だけ。車庫証明や車検もいらない。その上、走行にかかる費用はバイクよりも安く、とってもお得なんです。車があるけど維持費、駐車場代がかかってしまい、手放したいと考えている方、自転車では坂が急で大変なんて方にとっておすすめな電動トライクなんです。バッテリーは 100km 走行可能な大容量リチウムイオン電池搭載で、通勤、通学、買い物など普段使いには十分な容量ですよね。充電時間は 50A モデルで10から12時間と、寝ている間に満タンになっちゃう。充電方法は車両からバッテリーを取り外し、家庭用 100V のコンセントに専用充電器で充電したり、車両に直接充電器をセットして充電もできます。そして気になる走行コストは 1km あたり1円、 100km 走ってもたったの100円なんです。このように車、バス、バイクと比較しても断然お得なカイジン。時間の制約がない、移動コストが安い、手軽に乗れるカイジンは私たちの新しい移動手段になってくれます。さらに移動コストが安いだけでなく、2つのモーターでパワフルに走行することができます。後輪にそれぞれ 800W のインホイールモーターを搭載しているので、合計 1600W もの力でこんなに急な坂もぐいぐい登れちゃう。最高速度は48キロで、原付のように30キロ制限も2段階右折も気にすることなく、スムーズな移動が可能なんです。乗員数は2名も乗れちゃうし、こんなデコボコ道でもリアサスペンションに独立懸架式を採用しているので、デコボコ道での衝撃吸収性は抜群。カーブを曲がる際には接地安定性が高いので、二輪車よりも安定的かつスムーズなコーナリングが行えます。信号待ちなど一時停止の際は、ブレーキと連動しているリーンホールド機能で両足をつかなくても車両の姿勢を保持してくれます。緊急制動時には三輪に搭載されているディスクブレーキでしっかりと止まることはもちろん、三輪ならではの安定性の高さで転倒リスクを軽減できます。ギア調整スイッチがついているので、住宅街や幹線道路など状況に応じてバッテリーに優しい走行ができます。そしていよいよ気になるお値段ですが、100km 走行できる 60V 50A モデルは税込み514,800円。急な坂道もぐいぐい登れ、維持費が安い電動トライクカイジンをこのお値段で提供いたします。少し値段を抑えたいという方には、 50km 走行できる 60V 20A モデルは税込み437,800円で提供しています。全国200店舗ある加盟店がもしもの時の修理をサポートしてくれるので、安心して乗り続けることができるのもポイントですよね。すでに通勤で利用するというお客様や、排気ガスの出せない工場内での移動、工事中のトンネル内の移動手段として多くの方にお申し込みをいただいております。仙台にある本社では試乗体験を無料で随時受け付けておりますので、この機会にぜひ試乗してみてはいかがでしょうか。バイクの免許を持っていないという方でも、原付バイクでは体験できないパワフルで爽快な走行体験を体感してみてください。それではお問い合わせをお待ちしております。以上、モービルジャパンでした。